ハプスブルク級戦艦は、オーストリア・ハンガリー帝国海軍が建造した前、土級戦艦の艦級である。本級の武装と装甲の配置を示した図。主行道海域であるアドリア海は、波が穏やかであるものの当初が多く、随所に強水道が存在する環境であることから、これに適合した比較的小型の艦型とし、速力は、同時期の他国の戦艦より高速である。 艦首には昇格が設けられていた。全艦板に連装砲塔に収められた24センチメートル手砲1基を配置。艦中央部に環境、ミリタリーマスト式の短脚式の前後章2本の煙突があった。煙突周囲はキセル型の通風塔が立ち並び、その間が艦載艇収容スペースとされた。 後部甲板上には後ろ向きに 24cm 炭素手法等が配置された。副砲は原則系スメート配置とし、原則に等間隔で上下に2機ずつ3箇所の片源、計6機の配置で、計12機を搭載した。主砲は、クルップ射八1898年型 C94-24cm 砲を採用した。 重量 140kg の手砲弾を最大行角30度で、射距離13,700メートルまで届かせることができる性能であった。行角は30度、深く5度であった。旋回角度は守備線方向を0度として、左右150度であった。装填形式は固定角装填式で、装填角度は行角5度で行われ、発射速度は毎分1.8発であった。 監守側の砲塔は連装式で艦尾側の砲塔は単装式であった。副砲はスコーダ1 5トル単装砲を採用した。重量4 5 3ラムの砲弾を最大行角20度で射距離1 3 7 0 0ルまで届かせることができた。行角は20度、深く三度で旋回角度は150度の旋回角が可能であった。発射速度は 毎分4から5発であった。これを減速ケースメート配置で、計12機を配置した。他に、耐水雷艇迎撃用に、シコダ射性7センチメートル速射砲を採用した。その性能は、重量4.5キログラムの砲弾を使用し、最大行角20度で射距離9140メートルであった。行角は20度、深く10度で、旋回角度は、 露天で360度の旋回角が可能であったが、実際は、上部構造物により社会に制限があった。発射速度は、毎分10から15発であった。これを単装砲がで、片言5機ずつ、計10機を装備した。さらに4.7センチメートル単装機砲6機と4.7センチメートル単装機砲を2機装備した。水雷兵装として、53.3センチメートル、 水中魚雷発射管を単装で4機装備した。ありがとうございます。